お世話になっておりますマサルです。今回はサイドチャンネル攻撃について一緒に勉強していきます。今回学ぶ内容です。まずサイドチャンネル攻撃とは何か概要をお話しします。その後代表的なサイドチャンネル攻撃の手法についてお話しします。それでは始めていきましょう。サイドチャンネル攻撃とはハードウェアの動作状況を物理的に観測することで暗号鍵などの情報を盗み取る攻撃のことを言います。暗号通信の解読にはプログラム的に解析する方法もありますが、物理的に解析を行う方法もあります。それがサイドチャンネル攻撃ということですね。サイドチャンネル攻撃はハードウェアの消費電力、電磁波、エラー発生時の振る舞いなどを観測して解析することで暗号鍵などの情報を推測します。物理的な観測なのでハードウェアを壊すことなく解析することができるという特徴があります。なおサイドチャンネル攻撃の対象は PC やサーバーなどの機械に限らず、 IC カードなども攻撃の対象になることを覚えておきましょう。次に代表的なサイドチャンネル攻撃の攻撃手法を見ていきます。まずタイミング攻撃は処理時間を観測して暗号内容や機密情報を推測します。平文から暗号文になったり、暗号文から平文になる時の処理時間から暗号内容や機密情報を推測します。次の電力解析攻撃は消費電力を計測して処理内容に対する消費電力から機密情報を推測します。次の故障利用攻撃は意図的にエラーを発生させることでエラー時の動作から機密情報を推測します。これらの攻撃への対策は処理に対する時間や挙動のばらつきをなくすことです。例えば平文から暗号文にするときの処理時間が異様に遅くなったり、処理電力が異様に大きくなったりする場合、それらの情報から攻撃者は推測を行うので処理時間や電力にばらつきが出ないようにすることが大切ですね。次に電磁波を取得するテンペスト攻撃についても紹介します。テンペスト攻撃はディスプレイ、PC、ケーブルからの電磁波を取得することでディスプレイに表示されている画面や処理内容を解析する攻撃です。初めてテンペスト攻撃を聞くとびっくりしますよね。電磁波を取得することでディスプレイの内容を解析して他のディスプレイに再現したりすることができるそうです。 YouTube でテンペストアタックと検索してみると実際のテンペスト攻撃を見ることができます。私の見た動画ではテンペスト攻撃によって取得した画面がそこまで綺麗に再現はできていませんでしたが、何の文字が書いているかは分かる程度には再現できていました。テンペスト攻撃への対策はPC やケーブルから発生する電磁波を遮断することが対策になります。ただ電磁波はかなり近い位置で取得しないと再現できないようなので、現実的な対策としては端末の紛失防止や部外者が近くにいないような環境づくりをすることが対策になると言えそうです。それでは今回はサイドチャンネル攻撃を一緒に勉強しました。少しだけお知らせです。皆さんの応援のおかげで本動画シリーズが書籍になります。通信販売、電子書籍での発売もあります。詳しくは概要欄をご覧ください。それではおまけトークです。今回はサイドチャンネル攻撃について勉強しました。今回の動画を作るためにテンペスト攻撃をいろいろ調べたのですが、やたらアニメの検索結果がヒットするんですよね。調べてみたら転生したらスライムだったというアニメの主人公の名前がリムル・テンペストという名前みたいです。なのでたくさんのアニメ動画が検索結果に出てきたんですね。ちなみにテンペストというのは嵐、暴風という意味を持っているそうです。テンペスト攻撃の名前の由来は、昔アメリカが軍事目的で電磁波から情報を読み取る技術を研究していました。その技術にテンペストというコードネームをつけていたことから由来するそうです。いろいろ調べてみると面白いですよね。それでは最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。